え、このところ日本に関心を持つフランス人の数どんどん増えていますけれども、その関心が高じまして、このように真冬のアルプス山中、首まですっぽりと雪に埋もれてしまった風変わりなフランス人のグループがあります。今日はこのグループをご紹介したいと思いますが、まあ私はこのように完全装備、しかしこの皆さんはなんと真っ裸でこの雪の中に埋もれているんです。標高1800メートル、気温氷点下3度、雪のアルプス山中に般若心経が響きます。彼らは修験道、つまり日本の山伏になるための修行を行っているのです。修験道は難行苦行に耐えることによって悟りを開こうという山岳宗教で、古代末期から中世にかけて隆盛を極めました。雪の中に埋もれること20分、熱を奪われた肌はご覧のように赤く変色し、凍傷一歩手前の状態です。グループのリーダー、シルバー・ゲンターさん、27歳。古武道に憧れて初めて日本を訪れたのは14歳の時でした。空手や柔術を習っているうちに修験道の存在を知り、ここ数年来、1年の半分は奥さんをフランスに残して日本に滞在。主に東京の高尾山にこもって修行を重ねています。今回5日間の山ごもりに参加したゲンターさんの弟子たちは会社員や学生、山岳ガイドなど主に10代20代の若者たちで、いずれも日本の武道に興味を持ち、日本の文化に憧れを抱いています。凍り終わって5分も経たぬうちに水の表面はもう凍り始めてしまいます。私たち日本人でさえ修験道がどんなものか理解している人は極めて稀です。それなのに彼らは一体何を好き好んでこのような荒々しい修行に挑戦するのでしょう。最年少は15歳のロベール君。真冬の雪山でみそぎをするのはもちろんこれが初めて。普段日本の武道で鍛えているとはいえ、この過酷な修行に果たして耐えられるかどうか、ゲンターさんは少し心配しています。あまりの冷たさに意識を失う危険がありますから、ゲンターさんは時折ロベール君にカツを入れます。ベルナールさんは31歳、フランス南西部ボルドー地方の出身。生まれてこの方、雪を見たこともなければ山へ登ったこともありません。初めての雪山でご覧の通りの難行苦行です。僕は全く新しい世界を見たんだ。
15分間も氷の中に入っていたとは思えない。わずか 2,3 分のような気がした。禊ぎ終わった15歳ベルナール君の感想です。Guintard.Sさんはパリで500人の弟子に武道を教えています。その弟子たちの中で修験道を志す若者が増えてきました。力を競い相手を倒すことを目的とする武道には飽き足らず、自分自身との戦いに主眼を置く修験道に次第に引きつけられていく。この過程は Guintard.Sさんが辿ってきた道と全く同じです。人は誰も皆煩悩を抱いているために悩み苦しみ互いに傷つけ合います。修験者は荒行を積み重ねて煩悩を追い払うことを目的としています。厳しい試練の後には体が生き生きとよみがえり、心が静まり、人に対して優しくなれるとゲンターさんたちは言います。肉体的な苦痛をも顧みず、日本の文化や思想を理解しようという彼らの熱意に私は強烈な印象を受けました。